こんにちは、ひまひまです。スカンクブですね。ちょっと待ってください。今日 GoPro をちょっと置いてきちゃったんですよ。なのでちょっと本格的なビデオカメラで撮ってるということで、ちょっと人目がちょっと緊張するというわけでですね、今日は普通にショッピングに来ました。なのでちょっとまずはこちらピンクラテでいろんな洋服を買っていきたいと思います。一応最初は見ていきたいと思います。ではレッツゴー。高校生みたいな。待ち遠しいね。だからすぐ高校生になっちゃった。すぐまだ中学生。明日はもう高校生。すごい。あ、何？かわいい。あ、紫もかわいい。なんかベージュもかわいい。ひまちゃんこういうフリフリが。うん、レースね。これ見てください。見て。一枚重ね着で、これだからいろんな服に着れます。これ一枚だからね。すごい。あ、こういうさ、透明のベルトかわいい。あ、かわいい。うん、かわいい。これロングもかわいいよね。ロング。今さ、ベルトをさ、じゃあ。今じゃロングあんまり着ないから。ベルトをさ、これとさ、うん、もう一個しか持ってないんだよね。ちょっと。ベルトがいっぱい。めっちゃヒラヒラして可愛いんだけど、なんかあるね、見たこと。あれなんてだろう。今日履こうと思ってた。あ、ちょっと違う、ちょっと違う、似てるね。いや、残念ながら。あ、すごい可愛いね、肩出し。ひまちゃんの肩出し見てみたいね。え、あったよ、お前、一個可愛い。見せてみて、出して。ドドン。これ結構前からあるよね。可愛いんだよ、これが。安定人気あるんじゃない。うん、人気なのはどれなんだろうね。可愛い。あー、可愛い。色々なくていいの。じゃあちょっと買ったものは今度紹介したいと思います。楽しみにしていてね。では、じゃじゃーん、買いました。3つ買いましたね。なのでこれはちょっと今度紹介したいと思います。なので楽しみにしててね。絶対いいの買えた。早く明日から着ていきたいな。というわけで家に戻ってきました。それでじゃじゃん、ピンクラテで購入したもの3点を紹介していきたいと思います。イエイ。下のズボンが1個で上が2個です。では上から紹介していきます。で、まず1個目がこちら。どどーん、めちゃくちゃ可愛い洋服です。これはこんな感じで着れるんですよ。で、ここがレースになってます。レースになってて、なんとこれね、なんとまさかのまさか、じゃじゃーん、2個に分けれます。それで別に違う洋服でもこれを合わせられるので、すごく便利ですよね。これこんな感じ今回は。ですがこれ違う服にも合わせられるので、すごく良かったので2枚重ねてね、良かったので買いました。このベージュも可愛くないですか、めっちゃ。なのでこれを買いました。久しぶりにピンクラテで買ったかなと思いますとか言いながら、これもピンクラテです。いいのがたくさんありましたね、かわいいのが。これすごいよね、このレース。では次、こちら、じゃじゃん。こちらはこんな感じの、まあワンピースというか、まあ微妙なところですね。で、これなんかこれシンプルすぎないんです。なんでかというと、じゃじゃん、後ろにこんな感じに書いてあって、まあ古着っぽいというか、違うけど、すごい可愛かったので
こういう感じのデニムっぽい感じですごい可愛かったのでこれ買いました。シュボってなるんですよね。それ可愛かったです。次、最後です。最後はこちら、じゃじゃん。これは下に履くジーパンです。デニムのここはなんかちょっとシュボってなってて、それでここにボタンが3つあります。で後ろのここにこれがあるんですよ。可愛いでしょ。なので買いました。ではこちらの3つを着ていきたいと思います。ではまずはこれとこれでいきます。では着ていきます。このズボンと上で着てみました。このレースがめちゃくちゃ可愛いですね。それでここにこう着てみました。でちょっと前をインしてみたい感じなんですけど、別に多分インしなくてもこんな感じで可愛いんですよ。なのですごくねどっちでもいいなと思います。まあ、これだとちょっとダラーンってしてる感じなのでこうやってしまうのは全然ありだと思います。結構これも合いますしね。というわけで、じゃん！着てみました。どうですかね。これ多分ちょっとここふっくらしてるんです。それは多分ちょっと開いたズボンを履いてるからだけで、そんな感じで、まあこれも可愛いなと思うんですけど、ここをしてね、こうやってやると普通になんですよ。こうやって普通。でもこれをこうやってガシってやることによって絞ってなって。すごく良くなっております。こんな感じです。すごい良くないですか。でこれやっぱね短パンをやっぱ履く感じにしたい方がいいのでこんな感じです。で後ろはこんな感じですごく可愛いです。というわけでこんな感じです。ちょっとメガネ、あ、忘れなかった、メガネを忘れてしまいました、ごめんなさい。というわけで今日はピンクラテの購入品を紹介しました。皆さんだったら 今の服とさっきの服どっちがいいと思いますか。ぜひコメント欄によろしくお願いします。皆さんとしかもねどっちを選びますか。ぜひコメント欄によろしくお願いします。もしこの動画が良かったらぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。ひょー、明日着てく、どっちにしよっかな、どっちにしよっかな。